あんたの事情はよくわかった。家族や弱い者を守るためというのは、剣を志すに値する理由だ。本当に？だからといって、この俺が剣術を教えるわけにはいかん。無論、新選組に入隊させることもできぬ。今の道場で己の身を守るため、家族を守るためにしっかり学ぶといい。この京には我々がいる。何かあれば必ずあんた方を守る。あんたの家族にもそう伝えてくれ。新選組は頼るものがない京の民を守るためにいるのだ。弱き者を助けるために、共に剣を学ぼう。もしあんたが新選組の力を本当に必要とする時が来れば、その時は必ず力を貸そう。本当に助けてくれる？無論だ。我々は武士は一度交わした約束を決してたがえたりはせん。うん、わかった。僕、新選組のことを信じる。その意気だ。俺も強くなりたいというあんたの決意を信じているぞ。